こんにちは。返信が遅れましたけども、今回はですね、私が大好きなアニメ、ジョジョの奇妙な冒険について、あ私も好きなんですよ、みたいな感じでね、あの、感想をいただきまして、まあ、久保さん何,何部、第何部が好きですかみたいなことがありましたんで、返信させていただこうかと思うんですね。で、えー、ジョジョの奇妙な冒険がジャンプに連載された時ってのは、その前作でバーオ来訪者っていうね、ちょっと変わったストーリーの漫画、 荒木宏樹さんが描かれていて結構インパクトあるなぁと思ったんですよねただ絵柄がちょっと奇妙だったんでちょっと少年誌向けじゃないなぁとまさにホラー映画みたいな感じなのを漫画に持ってきたなぁっていうところでちょっと印象にあったんですよねで「徐々な奇妙な冒険」が始まるとなんかその波紋っていうそういう概念を入れ込んできたんであこれは新しいなぁと思ったんですよでも同時に「北斗の拳」も連載されていて北斗の拳ではね 陶器っていうね、オーラって書いて陶器っていう風な概念が出てきてなんかその通常のパンチとかキック以外にも人間の気合があ自分の幻想をパワーにするみたいなところがあって無双転生みたいなねなんかしんないけどとてもじゃないけども憲法とは言えないようなね魔法みたいなことを海王様とやりあっていてちょっとこれオーバーロードしいいかなとまあでもその世界観好きだなと思いながら見ていたんですけどもそのパクリみたいなのが出てきたなっていうのが正直な印象でした。 でその波紋パワーっていうのもね呼吸によって血液の流れがあなんか新しいね力を生み出すみたいなところはそ喧嘩芸骨法の堀部選手のね骨法っていうなんかそのジークンドにもおなんかこう使える中国拳法みたいなあその神髄を書いてるのかなっていう気もしないでもなかったんですよ。というのがそのワンインチパンチとかもありますけども結局私たちはこの筋力とパワーによってね体重によってゴーンと。 打撃を与える、そういうふうな憲法もあるんだけども、実はね、筋力に頼らずに、年齢をいくつまで重ねても、自分のお波動をですね、体の波動をこう生かすことによって、第一をしっかり踏みしめて、インパクトの瞬間だけ力をね、脱力からグッと入れることによって、あの、本当第一を踏みしめた足から波を起こして、その波で打撃するみたいなのが、本当に一番パワーがあるんだよ、みたいなね。えー、そういうのをね、あのー、宮平保先生とかね、 えー、東郷先生とかから学んでいることができるというわけなんですよねちょっと話が格闘技系になっちゃったんですけども朝倉未来選手はどっちかというと北斗の拳タイプなのかなと。で先ほどお話したね、えー、宮平保先生なんていうのはちょっとこう。 神髄系かなっていう気もしないでもないんですけどもどうですかねちょっと話が2点3点したんですけども私の『十七姫の冒険』の中で一番好きなストーリーはズバリ第6部なんですよ、ね。ずっと第3部とかが好きだったんですけども実は第6部がね結構私の世界観に合ってましてちょっと一旦切りますね。